離散最適化基礎論の授業になりますで4回目なんですけども、あの前回、前々回と、まあ、特に1機会の場合が多かったんですけれども、アルゴリズム設計法というのをまあご紹介してきたということになります。で、えっと、今回はですね、ここに書いてあるように NP 困難性と計算量の分類という話になるんですけども、まあ、どちらかというと、どのようにその難しさっていうのを考えるのかっていう話をしていきます。で、その中でいろいろとですね、あの 定義しなくてはいけない概念があるんですけども、まあ、定義はあんまり実はちゃんとしないんですが、まあ、雰囲気をお伝えするという形になります。でそれでまあ雰囲気の中でこういうことをあの核として考えていくんだっていうようなその核となる部分をちゃんとお伝えしたいというふうに思っています。はい、で、ですねまあ、前半がこの第6回までという形で、まあ、11月の中旬というか、あと、まあ、今回って3回。 でまあ、前半という形になりますで、えっと、前半の終わりというか、前半の,あの内容を使って、レポート課題1回目のものをえっと出題しようと思ってますので、まあ、そのつもりでいってくださいということになります。はい、でそれで、ですね、まあ、ジョブスケジューリングの話をずっとしてまして、えっと、まあ機械というものとジョブというものがあって、各ジョブはその機械に割り当てられたときに処理時間とがかかりますよということを言ってましたということです。はい、で、えっと、ですね まあ機械の数を M、ジョブの数を N というふうに増していくっていうふうに使っていて、まあ、今日あこういう話をしていきますということになります。はい。で、それでですね。 えとまあ、今日の内容なんですけどもまずはそのアルゴリズムの計算量っていうのを今までも一応なんか気分で言ってて、まあ、今日も気分にはなるんですけども、まあ、もう少しどういうことなのかってことを今までよりはちょっと正確にというかお伝えしたいというふうになりますでこれで完全に正確になるかというとそういうことはなくってでこれ完全に正確にやろうとするともうこれだけで3回ぐらい使わないといけなくなってしまってあんまり まあそれはそれで重要なんだけども、この授業でやるには実りがないので、まあ、ここではそういうことはやらないということにします。だから、気持ちをお伝えするということになりますで。それが初めのところです。でもう一つは、ですねでその中でこの NP 困難性、弱 NP 困難性、強 NP 困難性という概念があるんですけども、まあ、ある種のスケジューリングの問題に対して、その NP 困難性の証明ができるようになってほしいというのが重要なポイントで、まあ、これは、えっと、できてほしい。 目標になるので、まあ、これの証明の仕方っていうのをお伝えするということになります。でそれでまあ皆さんもまあいろんな問題についてそれができるようになる、あるいはまあそういうものを読んだときに理解できるようになってほしいということになるわけです。で、それをやっていきます。はい、で、まあ、一応ここに挙げている3つをやっていこうかなって気持ちになっているということになります。 き、はいまあ、今日もなんか、スライド50ページあるんですけども、まあ、50ページ全部、この90分でやろうと思ってなくって、まあ、40ページぐらいのところで終わって、あとは付録になってますので、でまあ、付録のところを補足動画にするかどうかってことは、ちょっと今、迷ってるんですが、一応、補足動画にするつもりで今のところではおります。はい、で、まあ、そういう形で進めていくということになります。はい でまずはですね、アルゴリズムと計算量の基本的な考え方についてお伝えするんですけども、えーとですね、数学セミナーにあの昨年度って言えばいいのかなあの、私が連載したものがあって、アルゴリズムを勉強する前に読む12章っていうのがあって、これは1回あたり6ページぐらい書いてるんですけども、まあですね、私はいろいろとこう不満があると、このアルゴリズムに関して不満がある。何が不満かというと、アルゴリズムの教えられ方に不満がある。で、えー、でえっとまあ まあ、まあ、なんて言うんですかね私自身のことを言うと、私自身もですねよくアルゴリズムのこと分かってるとはあんまり言い難いと思うんですよね。なんか、アルゴリズムってなんか変な分野で、まあ、こういうこと言うと怒られると思うんですけども、なんか分かってる人は一人もいないんじゃないかとうう思ってるんですよね。で、分かんないながらやってるっていうわけの分かんない分野で、本当によろしくないと思うんですよ。で、まあ、私も分かってないと思うんですけども、で、まあ、一応で、私分かってないということを、なんかこう、声高に言うのも、あれなんで変なんですけども。で よくないのは、なんか教科書書いてる人が分かってないんじゃないかっていうふうに思われる節が多々ある。で、それがよろしくないと思っていて、だから分かってない人が書いてる教科書を読んで、分かるわけないですよねってことになるわけですよね。で、まあ、そういう感じなんで、まあ、そのなんか勉強する前に、もう少しなんかアルゴリズムってのは、こういう気持ちですよっていうものを抑えておきたいっていう気持ちで、1年間やったのがあって。 まあ、私が分かってないんだから、それ読んで皆さんの参考になるかどうか分かんないんだけども、まあ、一応、私自身がそのなんかアルゴリズムを勉強したときに気になったことをまとめた <laughs> っていうのが、まあ、ここにあるということです。で、数学セミナーはあの図書館、あの電通大図書館でも購読してますし、えっ、ー、と、まあ、盛況に行けば、あの今月号は見れるんですけども、バックナンバーは見れませんが、まあ、今月号は見れるという形になってるんで、まあ、あの、 手に取ることをできるかもしれませんので、まあ、興味があったら見ていただくと。バックナンバー見ていただけば、ありますという形です。で、まあ、それを置いといて、まあ、それはあの、それに沿ってですね、この今からこのアルゴリズムと計算量の基本的な考え方を説明するわけじゃないんですけども、まあ、あのき気になったら、の私の連載も見てくださいということになります。で、まあ、基本としてアルゴリズムと何なのかと。<laughs> で別にアルゴリズムをこう定義するわけじゃないんですけども、これ定義したとまたこれ、これ、あの 変なことになるんで、いやりませんけども、まず、あの基本としては、アルゴリズムには入力と出力がありますというふうにまあ思ってくださいと。かアルゴリズムっていうのがあったら、入力を取って、か処理をして出力するというのが、まあアルゴリズムだと思ってくださいということです。で、えー、っとまあスケジューリングの場合じゃなくて、書いてましたね。なんか、えーっとまあ、例えば、グラフみたいなものを出力したら、なんかその、 例えば、えー、とそのすべての頂点を1回ずつ通るような経路を出力してくださいとかっていうのが、まあ、アルゴリズムがや,やることということになるわけです。で、まあ、こういうのをまあスケジューリングでやってるっていうのが、この半年間の授業になってるということになります。はい、で、まあ、スケジューリングもた例えば、まあ、この、えー、と1台の機械で、えーと、総完了時刻を最小化するような問題だったら、まあ、なんかジョブの集合が与えられて、そこで、 アルゴリズムがこのなんかジョブの並び順を出力するというのが、まあ、アルゴリズムにやってもらいたいことということになるわけです。で、まあ、そのようなことができるようなアルゴリズムを考えるとか、あるいはまあそういうものを実際に2回前の授業では与えたということになるわけです。で、これはですね、まあ、こうジョブの集合を与えれば、それに対してこのなんか並び順を返すというものなので、まああ、違うジョブの集合が与えられれば、もちろん返すものが変わわってくるわけですこれ変わってくるわけです。 でまあ、これはまあ当たり前なんだけど重要で、なんでかっていうと、ここで我々は何を問題だと思うのか、問題とは何なのかってことをここではっきりさせる必要があるからです。で、今、この,その一つ一つの入力ですね。これはですね、この問題のインスタンスと呼ばれます。これは専門用語で、えっと、インスタンスっていう、もともと英語のインスタンスなんですけども、まあ、このまあ入力一つ一つのことをまあインスタンスと呼びます。で 問題といったら何なのかっていうと、えっとまあ、その問題を解くアル,アルゴリズムっていうのは何なのかっていうと、このようにどのようなインスタンスが入力が与えられても、ちゃんと定まった、定まったというか、その正しい出力を出してくれるようなもののことをまあアルゴリズムというわけですけれども、だから問題って言ってるのは、この一つ一つのインスタンスのことを言ってるんじゃなくて、まあ、形式的にはこのインスタンスの集まりのことを問題というんですけども、その問題を解くっていうのが、 とこのインスタンス一つ一つを解くっていうのは全く別の概念だってことをまず理解してください。我々はこの一つ一つの与えられた入力を解くことが目的なんじゃなくって、どんな問題も解けるようなものを作りたいってことを目的としているんだってことが、このアルゴリズムにおいては重要です。だからこの問題とインスタンスっていうのを、えっと、明確に区別してくださいで。我々がやりたいのは問題を解くということです。つまりどんな入力が与えられても、それを解いてくれるような、解っていうのはそ,のそれに対して正しい出力をするようなアルゴリズムっていうのを見つけたい。 っていうのが目指していることです。一つ一つの個々のインスタンスを解くことが目的ではないということです。ですね、だから、ジョブスケジューリングでいうと、その問題っていうのは、このなんか三つ組記法で表されるものが問題であって、それに沿った一つ一つの入力のことはインスタンスと言ってます。ですね、だから、この問題、そのスケジューリングの問題、アルファベットガンマのインスタンスというのは、その問題を解くアルゴリズムの入力で表されます。だから、一つ一つの 入力のに対する正しい出力を求めるということが目的なんじゃなくて、どんな入力が、どんなインスタンスが与えられてもそれに対して正しい出力をしたいというのがアルゴリズムがやるべきことです。はい、で、今ですね、この問題に対する、まあ、その入力のことをインスタンスと言っていると思っているので、まあ、入力とインスタンスっていう言葉は同じ意味で使っていると思ってください。だから、場合によっては入力というかもしれないし、場合によってはインスタンスというかもしれませんけども、それは同じ意味で違う言葉を使っていると。 いうのであんまりよろしくはありませんけども、まあ、そういう分野になってますので、えー、とそれはご承知くださいということです。だから入力とインスタンス、同じものを表しようと思ってください。で、問題はです、ね、注意ですけども、この問題によって、えー、と入力の形式が異なります。だから、その今は、前の、そうですね、これはその、えー、と機械1台で総完了時刻最小化したいって言ってるので、ジョブの集合が与えられる。で、しかも、あっていう形で、まあ、このインスタンスの入力を与えられてるわけですけども、別の スケジューリングの問題になってくると入力が変わってくる可能性があるわけです。で例えば、まあ、今言ったようにその1台の機械で総完了時刻を最小化するという問題だったら、まあ、ジョブの数を表す n というのと、その各ジョブの処理時間を表す p1 から pn というなんかまあ実数あるいは有利数の値が与えられるということになります。でそれを与えると1つの入力インスタンスが決まるということになるわけです。だけども、まあ、違う問題 違うスケジューリングの問題だったら、入力の形も変わってくるわけです。例えば、まあ、R って何だったかって忘れてるかもしれませんけども、も R で Lmax、R っていうのは無関係機械と言ってたやつで、えっとまあ、たくさん機械があるかもしれなくって、そのジョブが処理される時間が機械によってまあ変わっていても良いと、違っていても良いと,良い,というようなえっと設定でしたで。その時には入力としては、ジョブの数を表す N と、機械の数を表す M っていうのも与えられますと。 機械がたくさんあるわけです。で、PIJ っていう、えー、っと処理時間は、えー、っと機械 I, とあ I 番目の機械と J 番目のジョブによって変わってくるので、PIJ っていう値で与えられると。だから各機械、各ジョブに対して PIJ っていう値が与えられると。で、あと、ここは目的が LMAX っていう、また間違えるかもしれませんけども、最大納期ずれですね。これは最大納期ずれ。 の最小化を衝動するので、納期を考えているので、納期も与えられます、DJ ですねで。納期っていうのは各ジョブに対して与えられるので、DJ っていう値があの各ジョブ、JJ に対して決まっているというふうに、まあ、たくさんの数値が、えっと、入力として与えられるということになるわけです。だからまあこういう形で、その問題によって、入力として何が与えられるのかというところこ、これ変わってくるわけです。 でちょっとややこしいのはこれなんですけども、えっと、P、CMAX、P っていうのは何だったかっていうと、これもたくさん機械,機械があるんですけども、えっと、一応機械と言っていて、どの序文もあ、どの序文に対してもん、なんて言えばいいんだろうな、どのジョブの処理時間も機械によって変わらない。 っていうのはこの P っていう、えっと、状況でしたでこの時には、Cmax というのは最大完了時刻を最小化したいと言っているわけですで。この時には、まあ、これもたくさん機械があるので、N というジョブ数と M という機械数を与えて、あと、えっと、処理時間については、各ジョブの処理時間は機械で変わらないので、ジョブの種類 JJ に対して一つの数値 PJ というのが与えられれば、それで十分ですという形になると。 いうのがこの PCMAX というものの入力インスタンスの形式になるわけです。でこれはたくさん機械があるので、機械の数も入れてるんですけども、一方で、PMCMAX っていうふうに書いてるような問題もありましたと。でこれは M っていうと,と,と,ところに、えっと、問題に出てくるですね機械の数がもうすでに固定されているというような状況です。だから今これ、この M っていうのは問題で指定されています。問題において機械数がもう決まっている。 っいう状況ですので、入力で機械数を与えません。というのは重要です。だから、入力ではジョブ数とから上のものから、この機械数を表す。m は入力とせずに他のものだけを入力するっていうのが、この pmcmax の入力の形式になります。で、これは？ 重要な違いなので、これ後で重要な違いだったとことが分かるんですけども、これは気をつけてください。だから、PMCMAX の場合は、M ってこの機械数がすでに問題で決まっているので、入力の一部ではないということです。だから、アルゴリズムを作るときはどんな感じになるかっていうと、この PCMAX を解くアルゴリズムにおいては、N と M、N というジョブ数、M という機械数、そして処理時間を入力としてなんかスケジュールを出すんですけども、PMCMAX を解くアルゴリズムでは、M が。 入力じゃありませんと M っていうのはまあ定数というか、もうそもそも問題で決まっているものなので、そのまあアルゴリズムの中にもうそもそもなんか定数として入ってる。だからか C 言語のようなイメージで言うと、デファインとかっていうのが、シャープディファインとかってあって、そこになんかもう M っていうのはもう書いてあるっていうふうに思ってくださいということになるわけです。で、これはだから入力がこう違うわけです。これ PCMAX と PMCMAX で。だからそれは注意をしてくださいということになります。前回、P2CMAX っていうのをやって、 やりましたけどもあの動的計画法のアルゴリズムを作るときに、そのときは、もう M っていうのがもう2だと決まっている場合のことを考えていたわけです。ここまでいいですかで、まあ、このようにして、各そのスケジューリングの問題に対して、インスタンスの形式が決まっていて、その形式に合わせて、この入力がアルゴリズムに行われると。で、アルゴリズムはそれに対して正しい出力をしてあげなくちゃいけない。で、アルゴリズムっていうのは、1つの固定したインスタンスに対して、正しい出力をすることを目的としてるんじゃなくて、どんな 入力がインスタンスが来ても、正しい入力や出力をしてくださいということを要求していると思ってください。はい。それがアルゴリズムです。はい。で、アルゴリズムはいろんなことができるんですけども、実はそのアルゴリズムが何をできるのかということを定めておく必要があります。で、その,なそのアルゴリズムが何をできるのかということを定めることをですね、計算モデルを指定するっていうふうに言うんですけども、つまりですね、何を計算だと思うのかってことは、場合によるんですね。で、これをしっかり定めないと、 そのアルゴリズムが、なんかすごくなんか変なことをしてしまう可能性があって、我々がなんか想定してないこととかをしても、いやそれはその私のアルゴリズムでは、それは許してますとかって言われると、あのなんかその考える土俵が違うとです、ね、なんか何を議論しているのか分からなくなってくるということになって、その考える土俵って、何がアルゴリズムに、何をアルゴリズムに許すのかってことをはっきりと定める必要があって、でここではですね、まあ、その計算モデルとして、まあ、この講義であって言ってますけども、ワードラームというものを使います。 でワードラブって何なのかってことのこの定義をしだすとまたこれがです、ね90えっと、60分ぐらいかかりそうになるのであんまりちゃんとしたくないんですけども、気分だけお伝えしますと。えっと、まずこのラブの方だけ説明するんですけども、このラムと言っているのは、いわゆるそのコンピュータシステムにおけるあのラムとちょっと違って、これはランダムアクセスマシーンの略です。ランダムアクセスマシーン。 だからラムって書くと、なんか、メモリのようなあの印象を当たるかもしれませんけど、そうじゃなくて、これ、ランダムアクセスマシーンですね。で、RAM っていうのの頭文字取って、ラムとかって言ったりしますけども、だから、日本語で言うと、ランダムアクセス機械というふうに訳されています。で、これ、どういうことかっていうと、まあ、その、メモリに対してランダムアクセスできますよと。ランダムアクセスっていうのは、その、バンチ指定でアクセスできるということを、まあ、表していると思ってください。だから、皆さん、その、 だからデータ構造とかアルゴリズムの授業で、なんかリストとかですね <laughs>、やると思うんですけども、やったと思うんですけどリストっていうのは、バンチ指定でアクセスできないような構造です。あれはなんか前から順番にしかこうあのアクセスできないんですよね。そういうものは、まあ、そのラムに合ってないわけです。何を言ってるか分かんないかもしれませんけども、まあ、そういうか感じで、まあ、ラムっていうのは、このバンチ指定でメモリアクセスできるんで、なんかわれわれが想像するような、普通のコンピューターとまあ同じような形でメ,メ,あのメモリーとか、その、 アクセスで、きますすととといいうう形になっているということで,すでそれがラムなんですけども、で、ワードっていうのは、まあ、気分なんですけど、まあ、これ、5を扱えると。なんか、何ビットかの領域が一つのワードとして、えっと、なんか、区切られていて、そのなんか、ワードに対する処理を1単位の時間で行いますよ、1デスペでできますよっていうような気分を言ってるのがこのワードです。で、それでは、ワードラムというふうに言ってます。で、まあ、その、どんな操作が使えるのかっていうことは、ちょっと下に書いてあって、まあ、普通の5に対する、 三述演算とか論理演算とか比較演算とかビット演算ができて、あと今言っていた、そのラムにおけるそのバンチ指定によるメモリアクセスとか条件分岐とか、あとまあ停止命令、これで終わりますよとかっていうような命令もあるような計算モデルです。だからまあ普通の皆さんが思い浮かべるようなプログラミング、普通のって言ってるのはちょっとこれ危険ですけども、普通のプログラミングができるような計算モデルだと思っていただければよろしいということになります。ただまあその5を中心に 扱ってるので例えばです、ね、なんか変な実数とかは扱えない。変な実数とか無限桁の実数とかです、ね、扱えないわけです。だからまあ場合によってはそのなんか無限桁の実数を扱えるような計算モデルを考える場合があるわけです。でそういうことはしませんよということになります、この事業では。だからまあ入力はその数値とかもあるんだけども、それは必ずあの有利数でしょっというふうに一応まあ制限しているわけです。はいでえっと、あとは 今回から仮定ですけども、入力の数値は1号に収まるというふうにしています。これなんか細かい仮定なんですけども、この仮定がないといろんななんか変なことが起きたりして嫌なんですけども、まあこれはまあ気分しかお伝えしてないので、あんまりここに深入りはしていきませんけども、まあ一応ワードラムっていうものを使って普通のプログラミングでできることは大体できると思っておくって、変なことはしませんよっていう気持ちでおりますということは今日一応言っておきます。でそうすると、今までとか計算量とかって言ったのは何なのかっていうと、その 定義っぽく書いてるんだけども、非形式ですということはちょっと,お、えー、と断っておいて何をするかっていうと、このまあスケジューリングの問題、アルファベータガンマっていうものを解くアルゴリズムの計算量っていうのは、そのインスタンスが与えられたら、そのインスタンスに対して正しい出力を行うまでに費やすステップ数です。で、ステップで言ってるのは先ほどの、まあ、ここでできる、そのワンステップでできることを1回やったら1と数えるということになります。で、それで何回その そのステップを踏んだかっていうことを、えっと、そのステップ数と言ってます。で、それはそのインスタンスによって変わるかもしれないわけです。で、まあ、その各インスタンスに対して出力を行うまでにステップ数って言ってるんで、だから、まあ、ここの定義の意味では、このアルゴリズムの計算量っていうのはインスタンスに依存します。入力に依存して、 計算量というのは決まるんだけども、我々が例えばですね、その2回目の授業かなんかのときに、この1、一台で、そう、えっと、完了時刻の最小化をしようと言ってときに、SPT というのをやりました。これは、ショーテストプロセッシングタイムと言っていて、えっと、処理時間が短い順に処理するというふうなアルゴリズムでしたけども、それは計算量が、オーダー N ログルー L、N、とかって言っていたわけです。でこれどういう意味かっていうと、まあ、それに対して、この SPT4 ってアルゴリズムには、なんか入力を、 与えたら、なんか最適なスケジュールを返すんだってことは、まあ、2回前に説明した通りなんだけども、この入力に対して、必ずオーダー N ログ N ステップで出力されますよと言ってる。だから、えっとまあ、インスタンスによって、このステップ数は変わってくるんだけども、このステップ数がオーダーの意味で、たかだか N ログ N になりますよってことを、まあ、この O N ログ N というものはまあ言ってるんだということになります。で、この N って言ってるのは、この入力の N です。 だから入力によって、えっと、このステップスは変わる可能性があるし、このオーダーで、大きい方で言ってるのは、これオーダーが高だかなんであるかってことしか言っていないってことなので、それも注意をしてください。それはその大きい方の定義です。ので、まあ、高オーダーで高だかなんなのかってことを言ってるのが、な高だかっていうのはその何人以下なのかってことを言ってるのが、この大きい方の定義だったということを、まあ、思い出すということになります。で、もう一度言うと、えっと、インスタンスに依存する可能性がある。 依存するような定義になっているということに注意をしてくださいということになります。で、気分としては、ここに書いてあるこの計算量っていうのが小さければ小さいほどアルゴリズムとして良いというふうに思っているという価値観をこの授業では貫いていきます。で、それが本当にいいことを表しているかどうかっていうことは場合によるんですけども、この授業ではその価値観でいきます。はい そういう価値観の話は重要で、先ほどの連載ではちょっと書いてるんですけども、そういうものをあんまりなんか無規範に認めてしまったらよくないというのは私の立場なんですけども、ここでは無規範にそれがいいものだという立場を取ります。はい、で今言ったように、まあ、スケジューリング問題のインスタンスっていうのは、その場合によって変わ、まあそのど,どんな問題を考えるのかによって変わってくるんですけども、まあ、そのインスタンスに含まれる可能性がある主なものを挙げると、まあ、ジョブ数。 とか機械数、まあ、それはさっきはじめに言った通り、N とか M というもので表しますと。あとは、ジョブ JJ を機械 m y で処理するときの処理時間であったり、ジョブ JJ の納期であったり、あと場合によっては到着時刻ですね。こう到着時刻になるまで、そのジョブは処理できませんというふうに言っているようなものがある場合があります。で、他にも、初回に行ったあのものでは、例えばあの先行制約というものがある可能性もありますし、まあ他のものが何かついてくる可能性もあるということになります。 で、まあ、これらを定めることによって、まあ、問題によりますけども、まあ、インスタンスが定められるということになります。はい、で、えー、っと今、計算量、先ほどのアルゴリズムは、このジョブ数を使って、オーダー N ログ N って形で書いてたんですけども、まあ、他の,そのものもあるので、まあ、他のものに、 依存してこの計算量が変わってくるって可能性もあります。で、気をつけなくちゃいけないのは、その計算量をどのように測るかなんですけども、えっとよく行われるのは入力されるものに対して、それを表すサイズと呼ばれるものを考えます。で、ジョブとか機械っていうのはまああの。 集合として与えられるので、そのジョブの数が N 個あったら、そのジョブを全部こう並べるのに、N ビットぐらいは必要だろうというふうに思うわけです。だからまあジョブ、ジョブに関するサイズは N と。で機械もまあ集合なので、えっとまあ、機械を並べるのに M っていうまあ領域が必要だというふうにまあ思うことにします。だけども、もう処理時間とか納期とかっていうのは、これ数値なので、数値をえっとビットで表そうとすると、それは大体その数値のログになります。 対数になりますので、えっと、その数値をどのように表すのかってことは、ちょっと微妙な話があって、ここでは、まあ、ある種の二進符号化のようなことを行って、この数値が表されているというふうに思います。で、ちょっと初めに、この処理時間とか、納期とか、こういうなんか数値は全部あの有理数なんだっていうふうに言っていて、有理数の場合は、分子と分母を分けて、分子をまた二進、えっと符号化、分母を二進符号化して、まあ、それのを合わせて、その、 考えて、福、え、岡、っと、されているときに思うんだっていうふうに、まあ、したいんですけども、ちょっとここでは、えっと端折って、まあ、この処理時間とか納期とかこういう数値が全部、まあ、整数であるというふうにちょっと今仮定していますで。そうすると、まあ、それの単純なログで、えっと、そのサイズが表されるということになりますので、まあ、これ整数だと思ってくださいということにしています、はいで。そうすると、まあ、このなんか集合のようなもの、まあ、集合ですね、の要素数と、この数値、数値。 ですね。をまあ一応この分けて考えて、この計算量を測るってことを一応考えていきます。まあ、何言ってるんだってことになるかもしれませんけど、ちょっとこれは次のページでもう少し明らかになって。まあ、そういう風うにそのなんか集合の要素数としてなんか出てくる。なんかパラメータとパラメットっていうか、なんかその入力の部分となんか数値としてなんか与えられている。あの入力の部分ってやつを分けて考えるという風うにします。 で、ここがちょっとややこしいんですけども、今ですね、アルゴリズムの計算量というときに、えっと、我々がよく考えるものとして、えっと、 とりあえず、ここの3つがあります。これ以外もあるんですけども、とりあえずこの3つを考えますということにします。で、何なのかっていうと、先ほど言っていた集合の要素数として現れるものは、ちょっとここでまとめて、ラージ N と書くことにします。で、数値として現れるものは、なんかこのラージ P と書くことにします。これは数値そのものを表して、その P っていうのが数値そのものを表してると思ってください。で、ラージ N っていうのがこの集合の要素数そのものを表してると思ってくださいということです。で、この時にちょっと順番に見ていくんですけども、このアルゴリズムの計算量が、なんとか時間であるとはっていうのを、 定義したいと思ってますで、一番上から見ていくんですけども、アルゴリズムの計算量が強他公式時間であるというふうに言った、それは何なのかっていうと、任意のインスタンスに対して、その計算量が高々、l a r n の多公式であること、だから集合の要素数の多公式で上から押さえられるような計算量を持っているようなアルゴリズムは、その計算量が強他公式時間で,であるというふうに言いますちょっとこれ例は後で出てきます。 だから例えば、のこのえっとスケジューリングの場合は、そのジョブ数とか機械数の多項式で計算量が上から押さえられるようなものは、その計算量が強多項式時間であるというふうに呼んだりします。で一方で、弱多項式時間ってこれ真ん中のもの、これは何なのかっていうと、これは任意のインスタンスに対して計算量がここに書いてあるものですね、集合の要素数、LargeN と数値の日に符号化の長さ、LogP ですね、の多項式で抑えられることのことを言います。 その場合、弱多公式時間というふうに言います。で、最後の方がギタ公式時間というのがあるんですけども、ギタ公式時間というのは、その計算量が M と P の多公式で抑えられること、上から抑えられることというふうにします。で、この違いは重要で、これは今後よく出てくる、えっと、用語なので、しっかりとここで理解をしておいてほしいんですけども、まず何なのかっていうと、えっと、ややこしいんですよね。 えっと、いろんなことがややこしいので、まず順番に説明していかなくちゃいけないんですけども、もまず座席に書いてある中央を見ましょうと。えっと、京多公式時間のアルゴリズム、計算量が京多公式時間のアルゴリズムは、この定義に照らせ合わせると、計算量が弱多公式時間のアルゴリズムではあります。これ、例を先に見たほうがいいかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと例を先に見たほうがイメージがつきやすいかもしれないちょっと例を先に見ましょう。 これですね、これですね。今、下に書いてあるのは先ほどの定義のつもりのものです。でで例えば、なんか N ログ N っていう計算量を持っていたら、これは集合の予素数である N のこれまあ多項式なんですね。N ログ N とい多項式に見えないかもしれませんけどこれ上から n 二乗で抑えられてますからと多項、全近的に上から n 二乗で抑えられてますから、これ多項式です。で、この集合の予素数にしか依存しませんから、これ強多項式時間の計算量になります。で、例えば、 下に次にあるように、n2 乗ログ PJ の和とかってものがあったら、この PJ って言ってるのは、これは数値です。で、数値のログに関する1乗と集合の予想数 n に対する2乗があるので、この真ん中のものは n とログ P に対する多項式になってます。だからこの真ん中のような計算量があったら、これは弱多項式時間の計算量と呼ばれるものになります。ですかで、 一番下、これは N4 乗 PJ の和 <laughs> って形になってますけども、ここは PJ の和がそのまま出てきてます。だからこの数値がそのまま出てきてるような計算量になってます。だから数値そのものの1乗と集合の素数の4乗って形になっているので、一番下のものがこれはギター公式時間と呼ばれるものになっているというふうになります。いいですかの計算量と呼ばれるものになってます。という形で、まず違いはいいですか でこ,この3つの形の計算量を明確に区別しますというふうに言っています。だから、強他公式時間の場合は、このスケジューリングの場合には、処理時間とか、納期とか、到着時刻というものが計算量の表現に入ってこない、N とか M しか入ってこないというのが重要。で、そういうその数値が入ってきてもいいんだけども、それがログで入ってきているものは弱多公式時間です。で、ロ,ログがつかないものを弱多公式時間と言います。 でこの弱多公式時間と出た公式時間の違いは重要で、なんでかっていうと、先ほど言ったように、数値を入力しようとすると、その時に使う入力のサイズ、その二、えー、進符号化した時の長さっていうのは、この数値のログになるわけです。なので、この真ん中の弱多公式時間と言ってるものは、入力の,そのを符号化した時のそのメモリーの使っている量。 に関してこの中身のこのえっと式っていうのはそれに対して多項式になってます。多項式で上から押さえられてる形になるんですけども、この PGA がそのままできているものはそれの多項式になってないわけです。だからむしろこれはもう少しちゃんと言うとこの一番下のものはこれギタ多項式と言ってるんだけども、その入力のサイズに対しては指数関数的に大きくなってます。 ということで、このギタ公式時間って言ってるのは多公式時間っぽく言ってますけども、これは実はその入力のサイズに関しては多公式時間ではないという形になります。というのが前に戻るところで、でそれがこの中なんですね。中で、まずギタ公式時間って言ってるものは、普通の意味では多公式時間ではありません。その入力のサイズに対して多公式時間ではないという形になります。で一方で、強多公式時間や弱多公式時間って言ってるものは、普通の意味で入力のサイズに対する多公式時間になってます。 われわれとしては、この弱多公式とギタ公式の間には、明確な差というか、大きな壁があって、超えられない壁があって、この2つは明確に違うんだという思っているということが重要です。で一方で、強多公式時間の、えっとえっと、計算量を持っていれば、それはその N の多公式で計算量が抑えられているんですけれども、N の多公式は N, N とログ P の多公式でもあるので、このログ P の,その 上についている素指数が0であると思ってもらえれば、それは n とログ P の多項式でもあるので、京多項式時間の計算量は弱多項式と計算時間だというふうにも思えますし、弱多項式の計算時間は利タ項式の計算時間とも思えるというふうに、上から押さえられるという意味では思えるので、ここに書いたような,なんかその矢印の順序というか、方眼関係があるという形になります。気分はこんな感じと、今図で書いてますけども、計算量というなんか軸があります。 左に行けば行くこと、計算量が小さいです。右に行けば行くこと、計算量が大きい。これはちょそういう意味なので,これ書いてで、これは計算量小さい、大きいです。だから、えっと、我々としては左にあれば、で、えっと、ここの、えっと、軸に並べるのは何なのかっていうと、問題を解くアルゴリズムを並べます。違うかな。問題を解くアルゴリズムを並べる場合もあ,るしありますし、問題を並べる場合もあります。はい。 で、えーっと、その問題が強多公式時間に解けるならば、ここら辺にあるし、強多公式時間には解けないけれども、弱多公式時間に解けるんだったらここら辺になるという感じになるわけです。で、そしその問題を並べていくことができると。で、先ほど言っていたその矢印は、強多公式時間ならば弱多公式ですよと。弱多公式時間だったら、ギター公式時間ですよということをまあ言っていたということになります。ここまでいいですかちょっと抽象的な話は、わかり続いていて、あんまり具体、 てがないのがよくないですけども、まあこういう、えっと、概念を使っていきます。はい。で、前回までの話をちょっと思い出すとこんな感じだったと。その中一題の結界の時にそのガンマという最適化する目的が としてまあ5つ考えていたんだけども、えっと、前回やったこの相脳記憶例のこの計算量ですね、これは N4 乗 ×PJ の和って形でしたと。で、これはその PJ の和っていうその数値がそのものが出てきているのはこれはギタ公式ですということです。だからこれは多公式時間アルゴリズムではありませんということになります。で、一方で他のものは N だけで書かれてますから、これは強多公式時間ですということになってたということになります。で、そういう意味で、この相脳記憶例、 の最小化だけ、この中ではなんか異彩を放っているというか、まあ、今のところ多公式時間で解けるかどうか分かってない、自多公式時間で解けるんだけども、例えば弱多公式時間で解けますかってことが、ま,あ、まだ議論されてないような問題になっているということになっているわけです。いいですかね。はい。で、実は、えー、とそこからこの NP 困難性の基本的な考え方っていう今日の話に入ってきます。今言った通り、 このですね、1機械で総納期遅れを最小化するという問題は、前回の同時的計画効能期にやったようにその N、N4 乗 ×PJ の和のオーダー以下で解けるということは言ったんですけども、時間の意味でですね、言ったんでで、これは自タ公式時間ですと、先ほど言ったとおりで、つまり多公式時間ではないということになります。そうすると、問題としては、疑問としては、これは多公式時間、例えばその弱多公式時間で解けますかということが、えっと、 疑問になりますで、これは先に回答を言ってしまうと分からないです。分からないというか、えー、と未解決問題です。これはこの分野における未,未解決問題です。誰も知らない。もしかしたら解けるかもしれないし。し解けないかもしれない。で、これが困るわけですね。だ,だからまあこういう未解決問題を解決したいっていうのは、まあ、アルゴリズムを考える人ではのあの頭の中にはまあ常にあるわけで解決したい。作りたい。作れない。でこんな感じなわけですね。で、えっ、ー、と、で、 実を言うと、た、まあ、多分作れないだろうというふうに思っている節がありますで。その節って何なのかというと、これは分か,分からない、これ未解決問題なんですけども、何なのかというと、ここに書いてあるように、アルゴリズム界の現状、問題が NP 困難であることを証明して、多項式時間で解けないことの傍止としています。だから、この多項式時間で解けないってことを証明したいんですけども、それできないんですね。今の我々のこの自由性は限界がありまして、限,限界というか、もう。 無力なんです。<laughs> そんなこと証明できない。<laughs> 証明する道力を持っていません。けども、なんか問題が NP 困難であるということを証明するっていうのは別のことをしています。で、これをすることによって、なんか多公式の時間に解けない部分になるってことを我々は行っています。だから、ってというのは、まあ、多分そうだろうっていうふうな気持ちになるっていう意味ですけども、で、それ、じゃあ、この NP 困難ってなんなんだってことを今からご紹介するということになります。で、それが今から20分ぐらいの目的になります。 途中で休憩を入れますけどもで NP 困難って何なんだってことなんですけど、これをです、ね、定義させるとまたこれが大変なので、えっと、それはしません、この授業では。だけども、重要なのはこの NP 困難であるという概念をどのように使うのかという立場なので、それをここではご紹介していこうと思います。でまず、NP 困難という用語があるんですけども、これは形容詞です。だから、まるは NP 困難であるというような形で使います。英語では NP ハードと言います。 でこれは問題に対して使うことです。言葉です問題〇〇は NP 困難であるというような使い方をします。で、使い方。これ重要です。えっと、これま,まっと認めてもらうんですけれども、そのまあスケジューリング問題、アルファベータガンマというのは NP 困難であり、かつ P のってこれ NP という、今定何も定義してない、なんか4文字の,こあのキーワードがあると思ってください。で、それが、 言えてると、この問題は多公式時間で解けないと言えます。弱多公式時間でも強多公式時間でも解けない。ってことが言えます。で、これは、まあ、事実です。これはああの定理です。定理です。だから、ちゃんとした NP 困難であることの定義と P と NP というものの定義をすると、これは数学的に導,導けます。導けますが、定義してないから、これは事実として、えっと、認めてもらうということになります。で、P と NP ん何なのかも言いません。もう、えっと、いらないので、この授業では。 でこの過程、これが未解決なんです。この P と NP が等しいかどうか、これが未解決で、いわゆる数学におけるミレニアム問題ってやつで、ややこしい問題なんですけども、これが何なのかってことは、この授業では全く説明しません。で興味があれば、まあ、それなりの授業を受けてもらうと、自分で勉強してくださいということになります。で、まあ、どちらかというと、我々はこの P と NP が違うってことを一応認めます。認めるっていうか、まあ、そうだということを、まあ、頭の中に思っておく。 そうすると、NP 困難であることを言うことによって、それが多項式時間で解けないということが導けるということになります。ので、NP 困難であるってことを証明することによって、多項式時間で解けないという気持ちになるということになれるわけです。じゃあ、どうやって証明するのかこうやって証明しますということを言います。問題アルファベータガンマが NP 困難だと証明するときどうするかまずですね、一番、でに NP 困難だと知られている問題 π を持ってくる。これがポイントですね。 我々実はですね、この,あの計算理論、アルゴリズムのです、ね、研究の長い歴史がありましてですね、すでにですね、いろんな問題が NP 困難だということをこう知ってるんですね。これ素晴らしい話でですね、まあ、それは、えっと、そういうものをなんか一つ持ってきます。知られているものを持ってきます。で、2番、π をこの問題、アルファベアタガンマに多項式時間で帰着するということです。で、この帰着っていうものが、これは技術です。で、これはできるようになってほしいと思ってます。で、これはどういう技術かということを今からご紹介します。今ですね、 この π という問題が、なんか適当に持ってきたんですけども、この π という問題を解くアルゴリズムを作ろうとします。つまり π という問題に対する入力に対して、そのアルゴリズムを通すと、なんか正しい出力をしてくれるようなものを作ろうと思う。で、この希釈ってのは何なのかっていうと、仮にこの α、β、γ を解くアルゴリズムがあるとしましょう。で、そのアルゴリズムを使ってこの π を解くってことを試みるわけです。で、どうするか、簡単な図はこんな感じです。 何なのかっていうと、今仮定したアルファベータガンマとかアルゴリズムを真ん中に持ってきます。で、何をするかっていうと、まずこの π の入力をこの入力変換器でこのアルファベータガンマの入力に変えます。変えます。で、そうするとアルファベータガンマに対する入力が得られるので、それをこのアルゴリズムに入れて正しい出力を出します。でその出力はこのアルファベータガンマという問題に対する出力です。 でその出力を出力変換器によって π に対する出力に変えますで。それを全部うまく行うことによって π を解くアルゴリズムを作りましょうと言っているのが希釈だと思ってください。でこういうのは我々は,もは問題解決においてはよく行うわけです。なんか知らない問題を解こうと思ったら、なん,かなんか解き方を知っているものに希釈する、それを使って解くということはよくやっているわけですで。それがこの場合は仮想的に置いている α、β を解くアルゴリズムというものです。 でこの帰着が多項式時間でって言ってるのは何なのかっていうと、この出力の変換と入力の変換を多項式時間で行うということを言っていますで。それが多項式時間で行えれば、それを多項式時間で帰着するというふうに言っていると思ってください。で、これができると、なんでこの、えっと、アルファ、ベータ、ガンマが NP コードなんだと証明できるのかということを説明します。仮に アルファベータガンマを解くアルゴリズムというふうな仮想的に置いているもの、これが多項式時間で動くとしましょうとで。そうすると、この π を解くアルゴリズム、全体が多項式時間で動きます。はじめの入力変化も多項式時間、真ん中も多項式時間、主力の変化も多項式時間だから。つまり、このような帰着が存在すると何が言えるかというと、アルファベータガンマを多項式時間で解けるならば、π も多項式時間で解けるということになります。いいですか しかし、π は NP 困難だということがすでに知られている問題なわけです。だからそうすると、P と NP が違う、P のってイコール NP という仮定のもとでは矛盾します。つまり、仮定が間違っていたということになって、仮定なんだったかというと、α、β、γ が多項式時間で解けていたということが間違っているということになるわけです。 で、まあ、P と NP が違うという仮定のもとというか、まあ、ちょっとここら辺はちょ,っとちょっとギャップあるかもしれませんけども、まあ、この技術に照らし,照らし合わせると、これによって、アルファ、ベータ、ガンマという問題が、えー、と NP 困難であるということがまあ導けるということになります。よろしいですかということで、やるのはこういうことです。だからこの中入力変換と出力変換を作ってあげれば、こういうことが言えるということになります。でこれをまあ後半ではやっていこうというふうに思ってるんですけども、その前に、えっ、ー、と、 あま,ずまず一応言っておきますと、これですね、えっ、ー、と、π が多項式時代に解けなければ、αβ ガンマを多項式時代に解けないということで、えー、っと、いうことが言えるということで、まあ、そのアルファベータガンマが難しいということを、このような希釈を使って証明していこうというふうに思っているということになります。で、えっ、ー、と、それをまた、えー、と後半でやっていこうと思うんですけども、まだちょっと NP 困難性の説明はまだ続きます。はい、じゃあ一応、まあ、休憩はまずしますね。で、休憩はえっと3分に取りますので、まずじゃあ休憩の後、この続きをやっていきます。 はい、それでは再開していきます。で、今ですね、まあ、この NP 困難の証明法では、すでに NP 困難だと知られている問題を持ってくる必要があるというふうに言ったんですけども、まあ、一応ですね、えっ、ー、と、まあ、この授業では、まあ、これらは使っていいというふうにしましょうというふうな気持ちでいます。これ何なのかっていうと、あのカープという研究者がいて、まあ、その人がですね、この、えー、と多くの まあここでは21ですけども、21個の,その、まあ、現実世界によく現れると言っていいのか、まあ、代表的ないろんな問題が NP 困難だということを証明したという論文があります。でこれ、よく聞かれるんですけども、まあ、そこに書いてあるものは、まあ、NP 困難だと知ら,知られている問題として持ってきてみることにしようかなというふうには思っています。まあ、これ、気分なんで、ちょっと今後の,あの授業の流れに。 は合わないいいいかももししれまませんけど、まあ、そううううつもりでいるというふうにしますこれ二21個あって、別で、まあ、これ21個でこれ全部今から紹介しようとするつもりはないんですけども、まあ、これはまあ使っていくということになります。で、これら以外に、このなんか3分割っていう問題があって、これもよく使うのでとこれはあのもうすでに NP コンんだと知られている問題として扱うという形にしたいと思います。で、いろいろあって、ここにですね、ジョブ並び替えっていうのがあります。 ジョブシシーケンングってつまりです、ね、そのカープの21の問題の中にすでにこのジョブスケジューリングのある問題は難しいということがこ書かれている。でこれはです、ね、あの現代的なその三み技法でいうと、1機械で WJUJ の,なんか J U J の和っというものになるんですけれども、これはちょっと次回説明しようと思うんですけれども、まあ、UJ ってあれですね、そのかジョブ JJ っていうのが遅れていたら1、遅れなかったら0っていう形で、ただ単に UJ の和だったらこの遅れジョブ数。 を表すもの,ものだったんですけども、それに対して WJ というあの思いがついているようなバージョンを考えるっていうのが、まあ、これになります。でそれに対して NP 困難性をカープは示していました。まあ、これは多分あのいつかや,やるかもしれません。実家やるかもしれませんけどちょっとあの分かりません。で、今から使っていくのは、ここに書いてあるこの分割問題ってものと、この3分割問題、これちょっとご紹介して、これを使ってどのように実際に NP 困難性が証明できるのかってことをご紹介しようと思います。で でまずその分割問題なんですけども、これですね。どういう問題かっていうと、生成数 A1 から AN っていうのが与えられたときに、それらを同じ輪の2つのグループに分けられるかっていうか、これ、かなり単純な問題です、えー。例があります。1、1、2、2、3、4、6、6、7、8っていう、これ、何個ですよね。10個ですかね。10個の数値があらあら与えられているとします。で、これらを同じ輪の2つのグループに分けられるかと。 言ってると分からないとかかなもしれませんけど例えばこの場合はこういうふうに分けますと今なんか青線で引いたものと赤線で引いたもので分けるということをしますで。そうすると青線の方は私の計算が間違ってなければ1、1、2、2、6、8で20と赤の方3、4、6、7で20とできると。だから分けられるということになります。あちなみにこの例はですねチャット GPT に作ってもらったということなんですけども、まあ、それを置いてえいて、えー、っとそういう形になります。はい、でこの場合はできるということになります。はい、で、まあ、これ勝手に持ってきたらあのできる できないことももちろんあ,あって、まあ、こんな形の通知を持ってくると、これど、どういうふうに頑張って2つに分けてもできません。これ、なんでだったかなこれ、理由を簡単に説明できるはずだったんですけども、なんでかっていうと、この中にですね、奇数のものが1、2、3、4、5個あります。で、他のものは全部、偶数なのこれ、この和がですね、これ奇数なんですね。だからこれ、半分に割ったときには、これ、整数になれないと。 いうことになってできないことが分かりますけども、実はこだから、それは、この場合はでも簡単にできないと分かりますけども、そんな簡単にできないと分か,な分からないような例もあって、で、実はこの問題は NP 困難ですと。で、まあ、ここにとこ弱としてるんですけども、これ弱というあの言葉の意味はあとで説明します。まあ、これは NP 困難です。で、これが NP 困難だということは今後使っていくということにします。はい、で、もう1個、その3分割問題って言ってるもので、これがややこしいんですけども、これちゃんと説明しますね。 なんなのかっていうと、これは、えっと、3n 個の数値が与えられます。生成数が与えられます。でただしって書いてあるのは、ちょっとこれは後で説明します。後で説明します。で、これらを同じ和の n 個のグループに分けられるか。えっと、分割問題は2個のグループに分けたんだけども、これは n 個のグループに分けます。で今ですね、ここに例があって、これは何全部で12個数値があるんですけども、えっと、これをですね、 n これだから12個なんでこれは,だから n は4の場合です。n が4の場合です。だから4つのグループに分けられますかと。で、これを分けています。で、分けたら、これが全部390とかこれできるという形になっているというふうになります。で、まあ、こういう問題です。で、えっ、ー、と、ここで問題なのは、この条件ですね。<laughs> これ何なんだと。まあ、これ書き,書きたくなかったんですっ、えー、とこれは何なのかということになります。今ですね、この正しからまず見ますね。正しから見ます。 何なのかっていうと、この和は今与えられている数値の総和です。で、それを n で割ってます。n ってのはこのグループ数です。だから、この t っていうのは何なのかっていうと、ここに書いてある390のことです。一つのグループ、これ、えーと、ちゃんと n 個のグループに同じ和で分けられたと,としたときに、その和が取るべき値がこれ、large t です。で、この、 前の条件、これはこの AI っていう、この与えられている数値が、この不等式を満たさなくちゃいけませんっていうふうに書いてあるんですけど、これ、何を言ってるかっていうと、これは4分の t と2分の t の間になくちゃいけませんと言ってます。例えば、AI が2分の t を超えていると、一つのグループ、あ、だからすみません、まず結論から言います。この条件はどういう条件かっていうと、各グループにちょうど3つの数値が来るように、仕向けている条件です。 例えば AI が 2, t を超え 2, 分2分の T を超えていると、このグループの中に2つだけ数値を入れることによって390を達成してしまう可能性があります。だけども、それを許さないために2分の T で上から押さえるということをしていますで。一方で AI が4分の T よりも小さいと、このグループの中に4つ以上の数が入ってきてしまう可能性があります。だけども、それを防ぐのがこの4分の T よりも AI は大きくなくてはいけないという条件です。なので、えっと、この条件によって各グループに 分けられるならちょうど3つずつ入らなくてはならないということが課せられます。だから別に言ると、このそれぞれを同じ場の N 個のグループに分けられますかと言ってるんだけども、この N 個のグループは必ず3つの数字のグループになります。3つの数字の N 個のグループに分けられますかっていう質問になっているというふうに思ってください。で、この場合できます。で、もちろんできないような例も作れます。で、これはですね、えっと、強 NP 困難と呼ばれているものなてこの強の意味は後で説明しますけども、まあ、NP 困難だって、それなんか強い意味で NP 困難と。 この2つ使っていくんですが、この強いと弱いって何なのか、まあ、どちらも NP 困難であるということを言ってるんですけれども、実は強い方は本当に強くて、何なのかというと、えー、っと先ほど NP 困難だったら多項式時間アルゴリズムはありません、あと P と NP が違うという仮定のもとで多項,式時間あり、ま、多項式時間アルゴリズムはありませんと言ってました。だからそれは、それ,がえそれをただ言ってるのはこの弱 NP 困難性の方です。 でちょっと下から見ますけども、その問題、アルファ、ベータ、ガンマって、そのスケジューリング問題が弱 NP 困難であり、かつ P と NP が違ったら、その問題をえっと解く多公式時間アルゴリズムはない、つまり弱多公式時間アルゴリズムでは解けないということを言ってるのが弱 NP 困難性なんですが、強 NP 困難であると、もっと通ことか言えて、実は、議多公式時間でも解けないということが言えます。ですか,だから、強 NP 困難である方が、その、えっと、 許さなないアルゴリズムの幅が大きくなってますどういうことか図で書くとこんな感じになっていてこれ先ほどと同じような図ですけども、えー、とこの軸の上には問題が位置すると思ってくださいとで例えば弱 NP 困難であると証明された問題は弱多公式時間アルゴリズムを p イコール n p の過程のもとでは持ちませんということが言えるわけですだからそういう意味でこの弱多公式時間の 領域と弱 NP 困難の領域は明確に分かれます。ですね。で、先ほど言っていたのは、強 NP 困難だったら、ギター公式時間からも分かれますというふうに言ってるわけです。いいですか。だから、えっと、まあ、上の方は解けるアルゴリズムを持つ方のイメージで、下の方は困難性を表している方のイメージだということになっています。もう一度言うと、強 NP 困難だったら、これだからもうちょっと、えっと、仮定をちゃんと書いておくと、P と NP が違うという仮定のもとで、 NP 困難だったら、ギタ公式時間も持ちませんと。で、j n p 困難だったら、ギ、ま、タ、あ、公式時間アルゴリズムはあるかもしれないけども、弱 a 公式時間アルゴリズムは持ちませんという形になっているというふうに思ってください。はい。で、今まで扱ってきた問題をどこら辺に位置するかっていうと、こんな感じになると。その1機械の問題だと、この4つの、えっと、最適化する目的の場合は、これは、えっと、ON とか ON ログ N で出てていたので、まあ、京タ公式時間のところにありますよということになります。で、一方で、この 総、納期、遅れ <laughs> の最小化は弱 NP 困難でこれ,これは証明していませんけども、弱 NP 困難だって、なおかつギター公式時間アルゴリズムを持つというところに位置しているということになるわけです。で、前回、えっと、P2、P2CMAX っていうのを扱って、これがギター公式時間アルゴリズムを持つということを紹介しました。で、そうすると、まあ、これは、 まあどこにいるんでしょうということになるんですけども、これは実は今から言うように、これは実は弱 NP 困難ですということが証明できます。で一方で、今からは、えっと、他の2つの問題があって、これが強 NP 困難であるということも言います。ということが、えっと、残りの時間でやりたいことになります。残りの時間では P2CMAX という問題、これが何だったかはまたえっと復習しますが、それが弱 NP 困難であるということを言って、PCMAX とか 1RJLMAX というのが強 NP 困難だということを言います。 ここまでいいですかはい。ということで、最後に今言った3つの問題の NP 困難性、弱 NP 困難性と強 NP 困難性を証明していこうと思います。で、一番下に書いてあるんですけども、なんか、なんで我々 NP 困難性の証明なんかを行わなくちゃいけないんだというう思うかもしれませんけども、これはですね、アルゴリズムの設計者が行うものです。例えば、先ほど言った通り、このまあ1シグマ TJ っていうものは、 前回やった通り、ギター公式時間アルゴリズムありますねってことになるんだけども、まあ、それだけでは、もしかしたら弱多公式時間アルゴリズムがあるかもしれないし、もっと頑張って強多公式時間があることを否定できないわけです。で、それを否定するためには、これが弱 NP 困難だってことを言うことが必要になりますで。それはアルゴリズム設計者が行うことによって、もう我々その頑張ってもギタ公式時間からはうまくあの弱多公式時間までいけませんよってことの、えっと、説明になるわけです。 でそれをやるのは、まあ、ある程度、アルゴリズム設計者が責任を持ってやらないといけないということになっていると思ってください。だから、こういう NP 困難性とかっていうのを証明するのは別に興味ありませんというふうに思われるかもしれませんけども、それはこのアルゴリズム設計とか問題解決においては非常に重要なコンポーテントになっていて、それをちゃんとできることは重要なことなので、まあ、この授業を通してそういう術の一つを身につけてほしいというふうに思います。はい、では、えっと、一応。 整理として書いておきますけれども、P2CMAX、PCMAX、1RJLMAX、これはあでもう一度復習します、何だったかってことは。で、それらが、えー、っと順番に弱 NP 困難、強 NP 困難、強 NP 困難になるってことを言っていきます。で、ちょっとまあ、中がありまして、えー、っとこの P2CMAX、だからこれ、機械、これ2台なんですけれども、これ、機械が、えー、っと何台だっても、2以上だったら、PMCMAX は弱 NP 困難です。 だからこれがその先ほどちょっと初めの方に言っていたこの PMCMAX と PCMAX の強烈な違いなわけです。M っていうのが問題で与えられている場合には、これは弱 NP 困難なんだけども、問題で与えられずに入力で、P あええっと、機械の数を与える必要がある場合は、これは強 NP 困難になります。だからこの2つの問題は、計算複雑性という観点において明確に違います。実際、PMCMAX っていうのは、特に、まあ、前回この M が2の場合やったわけですけども、この P2CMAX という問題は、えっと、ギター公式時間で解けるわけです。けども、PCMAX は強 NP 困難なのでギター公式時間アルゴリズムがないというふうに思われているというふうに思ってください。で、前回のアルゴリズムと同じような形で、実は PMCMAX に対してもギター公式時間アルゴリズムが作れます。ので、この M が入力の一部になっているのか、 もう問題で与えられているのかによって、この計算量が明確に変わるってことは重要なポイントなので、それは押さえておいてください。はい、ただ、PMCMAX が弱 NP 困難であることの証明はまあ付録になっているので、もしかしたら速度はにな,な,なるかもしれません。が、一応、気分としてはこの一番初めの,の P2CMAX の弱 NP 困難性の証明とほぼ同じです。けども、ちょっとトリックが必要なので、それは。 6にありますとということでまずはこの P2CMAX の弱 NP 困難性を証明をしていこうと思います。でどんな問題だったかということをもう一度思い出すと、えっと、同一並列機械で機械数が2だというのが P2 です CMAX とで C っていうのは最大完了時刻を最小化するという問題だったということです。いいですかでこれが弱 NP 困難だということを証明するには、先ほどの流れに沿って言うと、弱 NP 困難な問題を持ってきて、帰着を作るわけです。<laughs> で、我々が知っている弱 NP 困難の問題は分割問題しかないので、分割問題をり使います。で、どう帰着するか。だかまずこの入力の変換を作ります。で、えっと、分割問題はなんか N 個数値が与えられて、これを等分できますかっていうも2分割、2つに分けて同じ場にできますかっていう問題でした。で、入力の変換、これは割と単純で、各数値に対して、その数値を処理時間として持つようなジョブを作ります。こんだけ。こんだけです。 これだけ。今、1、1、2、2、3、4、6、6、7、8。10個の数値が与えられているので、この入力の変換においては、10個のジョブを作って、各処理時間が与えられた数値と同じになるようにする。というふうにします。一応言葉で書くと、N 個の数整数 A1、AH、から N に対して、N 個のジョブ J1 から JN を作って、PJ を AJ とするということになります。で、これで入力が作れてましたので、この P2CMAX を解く仮想的なアルゴリズムに入れると、 最適解返ってきますでこの場合はこんな感じになります。こんな感じ。こんな感じ。で、これは、えっと、今は CMAX が最大完了時刻最小化しようとしてるんで、これ最大完了時刻、ここになりますね。これ今、20です。でこれ、これ、まず重要なのは、これは機械が2台あります。で、機械の2台に、これはどういうふうになってるかっていうと、ちょうど、 この最大完了時刻が同じになるように2つの機械に割り当てて、その最大完了時刻がどちらの機械でも20で同じになっているという形になっています。これはもともとの分割問題の、えっと、観点でいうと、もともとの数値を2つの部分にあ、2つのグループに分けて、どちらの和も同じになるようにしているということに対応します。つまり、この2つの機械の完了時刻が同じになっていることと、 もともとの分割問題に対して2つに分けられますかというものの答えが分けられるということになることが同値になるということを言っています。いいですか。だから今、ちゃんとこの20で、両方も収まっているということから、この2つの部分に分けて和がどちらも同じになっているということが言えているということになります。もしこれが当分に分けられないとなっているとすると、えっと、この管理の時刻がこんなふうに,になっているわけです。こんなふうに,、ね、に。 アンバランスになってしまうわけですでアンンバランスになってしまうと、この片方の完了時刻が20を超えてしまいますから、それによって、もともとの分割問題の入力に対してうまく分けられますかっていうものが答えとして分けられないということになることが分かるということになります。ということで、これが出力の変換になります。ちゃんと言葉で書くとこうですね。今、この P2CMAX として解いたときに最適値がちょうどその相和の1 2分の1になるようになっている両2つの 機械が同じタイミングで全部完了しているとなると、もともとの分割問題の答えができるようになって、そうじゃなかったらできないになるということが分かって、これによって、ちゃんと出力の変換もできているということになります。で、本来は、この変換がちゃんと正しいんだということをまあ証明する必要がありますけども、先ほどの図を見てもらえば、気分は分かると思いますので、それ省略という形で、これによって入力の変換と出力の変換が正しくできているということが分かって、希釈が完了すると。 といつも言えば、ちゃんとこの入力の変換と出力の変換が多項式時間で動いているということも言う必要がありますけれども、まあ、それは今はあの簡単な操作しかしてませんから、まあ、それはわかるでしょうということになっています。よろしいですかということで、この P2CMAX に分割問題を希釈できました。つまり、えー、P2CMAX という問題は弱 NP 困難ですということになります。いいですか で次は PCMAX です。PCMAX はその機械の数が入力の一部になっているとで。機械の数はいくらでもよいと。M としてますけども、それになると。で、目的、最適化する目的は最大解回路の最小化ということで同じです。で、これは今、P2CMAX の場合やったんですけども、それとやることはほぼ同じです。ただ、えっと、使う問題が違って、今度は強 NP 困難性を証明しようとしているので、3分割問題を持ってきます。 3分割問題の入力を持ってきますでやることは同じで実は <laughs>、えっと。今ここには、えっと、12個の、12個のっていう、N と書いてあげかな。えっと、個の数値が与えられてるんですけども、これはその3分割問題の入力です。でそれに対して今、この PCMAX の入力として、12個のジョブを作って、そのジョブの処理時間はこの数値そのものだというふうにしています。 で,すかね、で、えっと、PCMAX においては、ジョブだけじゃなくって、えっと、機械の数も入力として与える必要があります。で機械の数は、この場合は、この、えっと、入力、これ今12個あるんですけども、えっと、数値がですね、えっと、この12を3で割った4、これを M とします。だから4、4個の機械にこれらのジョブを割り当てたいと。 いうふうに考えるというふうにします。こんな感じですね。だから今は 3n 個の整数が与えられていたら、今言ったみたいに 3n 個のジョブを作って、機械数は 3n をよ3で割った n としますとなりますで。そうすると、まあ、気分はこんな感じなわけです。今こう、えっと、4つ、えっと、機械がある形になってるんですけども、えっと、CMAX ですね、最大完了時刻を最小化したいので、うまく n 個のグループ、 4つのグループに分けて、その和が同じになるようにできていると、先ほどの,の P2CMAX の時と同じように、完了時刻がぴったりと揃うわけです。これは何を言っているかというと、もう一度言うと、この今この状況は、この PCMAX を最適に解いた状況を書いているんですけれども、その時にこの CMAX というこの最大完了時刻が今そっている状況になっていますで。これはもともとの12個の数値を4つのグループに同じ和になるように分けられているということを表しているわけです。いいですか つまり、この場合、もともとの3分割問題に対する入力のに対する答えは分割できる、分けられるということになっているということになります。で、分けられなかったら、このようにきっちりと完了時刻が揃うようになりませんから、それを見ることによって、もともとの3分割問題のできる、できないという判断ができるということになります。いいですかこの場合はちゃんと揃っているので、それによってこの4分割ができますよということが分かったということになります。 だからまあ言葉で書くと、そうですね。今この PCMAX のインスタンスとして、最適値がそのすべての和を N 分割したものと等しくなっていれば、もともとの問題に対する答えはできるになりますし、イコールじゃなかったら、問題スタンスインスタンスに対する答えはできないになるということになるということが分かるということになります。いいですかだからまあ考え方は P2CMAX と同じなんですけども、 P2CMAX の場合は2分割している。2つのグループに分けているんだけども、えっと、こっちの場合には N 分割、N 個のグループに分けているという形になっているということになります。いいですかはい。で、これで今日 NP 困難性の、えっと、PCMAX の今日 NP 困難性の証明が終わりになります。早いかなちょっと今なんか説明が雑だなっていう気もしていて、なんか時間が余りそうな気もしてきたから、もう少し手に入れ,ればよかったっていう,う反省してるんですが、まあ、気分は分かってもらえると思います。 図でじゃあ、この最後のものを丁寧にやりましょうということですね。えー、っとこれはどういう問題かですね。1、RJ、LMAX。これは何だったかとてことを言いますけどね。えっと、1っていうのは1機械です。で、最後の LMAX から言います。LMAX っていうのは最小の削りの最小化。だから、各ジョブに納期が与えられています。ので、納期から遅れたら良くないですよと。で、それが小さくなるようにしたいと。1一番大きなずれを最小化したい。で、一応この LJ、でこの ジョブ j j の納期ずれの定義は何だったかというと、ョ j のジョブ j j の、えっと、完了時刻から納期を引いたものというふうに書くのです。だから今、の下の図で言うと,、まあこのこれえっと、各ジョブに対する、えっと、この納期ずれを矢印で書いていて、右向きだったらそれは正で、左向きだったらそれは負です。 で最大値を最初に紹介したいので、ね、この右向き最大のところ、ここが LMAX を与えるようなところになっているということになります。でただ、この場合は、ジョブの特性に RJ というのが書いてあって、これ何だったかってこというと、これは到着時刻です。だから、各ジョブに対して到着時刻というのがあって、その到着時刻よりも前にこのジョブの処理を開始できませんという形になっていますで。それが RJ です。で、今、この図ではどういうふうに書いているかというと、各ジョブに対してその到着時刻と,、えー、と納期。 を区間かかかとして入っているという形になっています。いいですかで。そうすると、例えば重要なのは、えっと、今、このジョブ3、j さんっというのがあるんですけどこれはこの r さんっという到着時よりも前に、何、えっと、だっけ、処理することができないということになっているわけです。だからそうすると、今、ここでその、まあ、いわゆるのアイドルタイムとかって言ったりしますけども、何もジョブを処理していない時間が生まれる可能性があります。 で、まあ、それは、まあ、そういうことが、まあ、不可抗力として生まれてしまっても、まあ、構わないということになっているということになります。で、この中で最大の削りを最小化したいですね、というような問題を考えて、これが実は、今日、NP 困難ですよ、ということを今から言っていきたい、となるわけです。だから、これ、すごく難しい問題なわけですね。自宅公式時間アルゴリズムもないと思われているということになります。で、どうするか。 次のように、まあ、まあまあまあ、なんだろう。我々が今、今日 NP 困難だと知ってる問題、三分割問題しかないので、三分割問題を規則しますで。どうするか。今、ここに12個の数値があります。で、ここからジョブをまた作ります。ジョブを作ります。で、上に書いてあるのは先ほどと同じで、この12個の、えー、っと数値から12個のジョブを作って、その処理時間はもともとの数値と同じです。で,でそのように作ってます。で、それだけじゃなくって、それにプラスして3つ、ここでは、 ジョブを作っていますこれなんで3つかっていうと、これはもともとの数値の数が 3n だとするとここに書いてるのはこれ n-1 です。n-1 個だけ新しいジョブを追加します。で、そのジョブの処理時間は1だとします。これ別に1じゃなくてもいいんだけども、も、まあ、1にします。いや、1だからもうこの幅が見えませんが。 119に比べて、これ、119分の1の長さになっているとは思いませんが、まあ、えっ、ー、と、幅が見えないぐらい小さい1です。この NF1 個のジョブは、えっ、ー、と、処理時間1度とします。で、この問題ですね。あ、PCMAX じゃないです。これ間違ってますね。これは後で直す必要があって、すいません。これは全然 PCMAX じゃなくて、すいません。これは、1RJLMAX です。すいません。 1>, 1 r j l m a x のアルゴリズムにこの入力変換したものを入れたいんですけども、そうするとこの入力には、えっと、各ジョブの到着時刻と納期も設定する必要があります。でそれをどういうふうに設定するかなんですけども、これがちょっとややこしいです。で、えっと、このガントチャートの中に、その各ジョブの、えっと、到着時刻と納期を書いていこうと思うんですけども、まずはこの処理時間が1であるような、えっと、ジョブの 到着時刻と納期を決めまますすそれはこんな感じにしますもうこの図が分かんないんですけども、えっ、ー、と、なんなのかと。まずこのラージ T、これラージ T は先ほどの三分割問題を定義したときのラージ T と同じで、これは、えっ、ー、と、この各数値の値の和の N 分の1です。だから先ほど言ったとおりその、N 個の部分に分割できた場合、一つのグループが持つべき和がこのラ、えージ T です。 と思ってください、はい、で、それを消して、消すんですけども、消し方が、消したいですね。消し、したいはこれですね。で、えー、っとどうするかっていうと、今ですね、この3つある、n-1 個ある、この処理時間が1のジョブがあるんですけども、それの到着時刻と納期を、ここになるように設定します。これ何を書いてるか分かりませんけども、えー、っと時間 t たった後に、この中の1つの ジョブの到着時刻が来て、そこから1時間が経ったら、そこにそのジョブの納期が来ます。というふうにします。だから、この青の右端、ここは t プラス1っていう時刻になっていると思ってください。で、そ,れそ,のそこに一つのジョブがないと、そのジョブは遅れてしまいます。って思ってください。で、また t だって、その後に。 すぐ後に二つ目のジョブの到着時刻が来て、その一単位の時間の後に納期が来る <laughs> と思ってください。で三つ目のえっとジョブ、えっと処理時間が一のジョブがあるんですけども、それはまたそこから t だけ時間が経ったら到着時刻が来て、そこからまた一来たら納期があるようなジョブになってると思ってください。 でそうすると、この3つのジョブが到着時刻よりも後に処理されて、なおかつ納期を守るとすると、この1だけこの幅がある、ここの到着時刻と納期の間のところにちょうど収まる必要があります。ただ、そこにールされなくちゃいけないということになります、これらは。でこれはただ単に今、性質を述べているだけで、えー、っと何なのかというと、入力の変換としては、これらのジョブに対しては、ここに到着時刻と納期があるように設定します。 で、他の 3N 個のジョブがあるんですけども、それらの納期と、あ到着時刻と納期は、ここにしますと。えっ、ー、と、到着時刻は時刻ゼロだからもう初めからすぐ可能であるというふうにします。で、納期は、今ここに並んでいる部分の一番最後、この場合は 4t プラス3です。えっ、ー、と、一般的には、えっ、ー、と、Nt プラス n マイナス1になります。書こうかな。一般的には。 nt プラス n マイナス1ですね。この青い線の数が n マイナス1で、この t の幅の数が n があるという形になっていますで。それらがこの残っているこの大きなジョブの納期になるということになります。でこれらの到時刻はゼロだからいつからいつ開始してもいいけども、4t プラス3までには置いてほしいということになります。で、これで帰着はおしまいです。あ入力変換の方うはおしまいです。 じゃあ、じゃあこれに対して PCMAX じゃなくって、えっと、1RJLMAX のアルゴリズムに通すとなんか最適化が得られます。最適スケジュールが得られます。で、どんな感じかっていうと、こんな感じになりますと。これ何でしょうね。今言ったように、えっと、遅れがないと、ど,こにもどのジョブも遅れないとすると、このえっと処理時間1のジョブは、この青い線のところにある、 えっと、到着時刻と納期の幅が1しかないところにちょうど収まる必要があります。で、これ今、収めましょうと。で、他のジョブも納期に遅れないようにしようとすると、どうなんな,なんないといけないかっていうと、この処理時間が1であるようなジョブによってです、ね、このなんか T のなんか幅の時間があるんですけども、そこに3つずつちょうど収まるように、えっと、ジョブを配置していかないと、すべてのジョブがこの 4T プラス3という納期に収まらなくなります。 これはその各時刻において一つのジョブしか処理できないということが重要に聞いてきて,きています。いいですか。でこの場合は、ちゃんとうまくすべてのジョブがこの t の幅のところに3つずつ収まるようになっているということになります。でこれはまさに3分割問題を解いているんです。どういうことかっていうと、ここの3つのジョブの輪が、のと処理時間の輪が t になっているということは、これはもともとの。 この3つの数値の和が t になっているということを表しているわけですね。でそれがすべてのこの幅において成り立っている、つまりこれは4つのグループに同じ和で分けているんだということが実現できているということになります。つまり、どのジョブも遅れないということと、ちゃんと4つのグループに同じ和で分けられるということが同値になっています。一般的に言うと、 こんな感じになって、ちょっともうこれ式で、式で書きたくないんですけども、えー、とまあ一応、主流の変換もちゃんと式で書けて、それに対して今のようなことをやると、最適値がゼロ以下である、つまりちゃんと収まってる、の納期のすべてのジョブが収まっているんだったら、もともとの3分割問題の,の問題に対するインスタンスの答えができるようになって、どっかのジョブが納期を超えていることになったら、こういうふうに分割ができないということになるので、もともとの問題の答えができないになるという形で、ちゃんとこの、 出力の変換も正しくできますよということになります。よろしいですかポイントは何だったかっていうと、このように、えっと、なんかえっと、三分割問題であるから N 個のグループをつ作りたいわけですで。その N 個のグループを作るっていうのを、この、まあ、処理時間が、まあ、1じゃなくてもよかったんですけども、この1の、えっと、ジョブによって、それをあのなんだろうな、課している。制約この えと4つのグループをうまくこう作ってるような仕組みを作っているということが重要です。でこれは、ひるがえてみると、戻,戻りますけれども、この PCMAX のときにも、この、えっと、4つの機械を用意することによって、そのような、まあ、その4つのグループを作るんだというような仕掛けを作っているということになるわけですで。そのようなうまいことをして、ちゃんとこの3分割問題を希釈するということが実現できているということになります。はい 今、示した定理を書いております。P2CMAX は弱 NP 困難で、PCMAX と 1RJLMAX は強 NP 困難ですということ以上もう一度言うと、考え方としては、強 NP 困難の方では3分割問題を帰宅したいから、その容量が t となるような箱を N 個作るようなことを考えていると。PCMAX の方ではその N 個の箱っていうのが N 個の機械であり、1RJLMAX においては N 個,の N 個の箱っていうのが、その、えっと、処理時間が1であるような。 ジョブによって分けられた時間軸における幅になっているということになります。で、P2CMAX の方は弱 NP 困難性の証明だったんですけど、それは分割問題を希釈しているので、それは2つのグループに分けるって言っていたんで、容量が全体の2分の1になるような箱を2つ作っていると。で、これはもともと機械が2つしかなかったので、自然と箱が2つ、もともとあるという形になっているということになっていたわけです。はい、よろしいでしょうか。 でまあ、こんな形で、ス、えっと、ケジューリング問題の逆 NP 困難性や強 NP 困難性が証明できるという形になります。でもう一度言っておくと、強 NP 困難であれば、その問題は P ノットイコール NP の仮定のもとで、ギター公式時間アルゴリズムを持たないということになっているので、これはもうすごく難しい問題だということがまあわかるわけです。はい。じゃあ、今日のまとめをしたいと思います。 今日は初めにそのアルゴリズムの計算量に関する基礎概念として、まずまあアルゴリズムを記述するには、計算モデルを指定する必要があるとかっていう細かいことはあったんだけども、そこにおいて、強択方式時間とか弱択方式時間とか自宅方式時間ってまず概念があったということは、今後出てくるので、またその時にえときに注意します。あと、困難性の方でも弱 NP 困難性と強 NP 困難性っていうのがあって、それがまあ全体としてここの図にあるような形で、その計算量という軸の上に位置づけられると。 いうことを、まあ、今後使っていくということになります。はいででえー、とその NP 困難性の証明の例としてつの、あじゃあ3つの問題に対して、1つは弱 NP 困難性、2つは強 NP 困難性の証明をご紹介しましたということになります。はいでまあ、今回 はこれでおしまいで、次回はどういうことをやっていこうと思うかというと、まあ、この今日の内容をもとにして、ジョブスケジューリング問題ってもたくさんあるんですけども、その間の計算複雑性の関係っていうのをちょっと明らかにしていきたいというふうに思います、はい。10分も余ってしまって、別に余る方では問題ないので、だからこれは余りすぎて説明がし取りすぎだっていうことになるんですけども、まあ、それは仕方がなかったと申し訳ございませんあ。というか、これはじゃあ付録をやってしまえばいいのかな。 あと5分ぐらいちょっとじゃ時間を使って付録をやっていきます。すいません。今や,やめようと思ったんだけども、付録もやってしまいます。ちょっと家であの録画するのが面倒なんで、ここでやりますということです。えー、と何をやるかというと、PMCMAX の弱 NP 困難性の証明をします。先ほど、えっと、この M が2のときは証明しましたけども、M が3以上でもこれ弱 NP 困難です。で、この M っていうのはの機械数で、まあ、それが2じゃなくても3とは4んでもいいですよということになります。 若干 NP 困難性を証明するんで、われわれはもう分割問題を使うしかありません。分割問題を使います。で、やり方,割やりでやり方は割と簡単で、こんな感じです。でこれ分割問題なんで、ここに書かれているその分割問題の入力の数値を2つに分けて同じ場にしたいんですけれども、例えば期待数が4だと固定されている場合には、どうするかっていうと、先ほどの P2 の場合と同じように、M が2の場合の時と同じように、各数値に対して、その数値を処理時間として持つようなジョブを作ります。 がそれに加えて2つ余分なジョブを作ります。これは、えっと、一般的にはこれは m-2 個です。で、どういうジョブかっていうと、これは上のジョブがちょうど2分割できたならば、その2分割したときの値を距離時間として持つようなジョブです。だからこの20は何かっていうと、ここの数値の和。 鬼で割ったものこれは今20です。だから、えっと、この入力ですね分、分割問題の入力として、と2分割できるときには、その和が20になるということになるわけです。で、これで入力の変換がお,お,おしまいです。じゃあ、それをこの PMCMAX のアルゴリズムに入れると、なんか最適期間出てくるんですけども、まあ、こんな感じになると。今、えっと、機械4つだというふうに思っているので、こんな形になって、何かっていうと、この中、 先ほど付け加えた長いジョブというのは、一つの機械を占有するように処理される必要があります。そうじゃないと、ここがこバランスされないということですね。だから、ちゃんとこのバランスするように、えー、とバランスというのは、すべての機械の処理時刻があ、完了時刻が同じになるようにしようと思うと、この長い処理時間を持っているジョブは、一つの機械を占有するように処理されて、他のものがうまく分割されて、ここで二分割が達成されるという形になります。 でそうすると、ちゃんとこの2分割ができる場合には、すべての機械の完了時刻が揃い、そうじゃないときには、なんか凸凹ココとなるので、処理時間が一つに揃わないと。あれ、完了時刻が一つに揃わないということになります。ということで、出力としては、えー、とその最適値が先ほど言っていた、えー、とこの相和の半分ですね、と等しければ、分割問題の答えはできるようになって、そうじゃなかったからできないようになるという形になるということになります。 だからまあ別のことを言うと、先ほどの,その M, が M が2の場合というのは、この下の2つはまあなかったというふうにまあ思えるわけです。で、その M が増えるときには、それを補うような、こういうジョブを付け加えてあげれば、希釈ができますということになりますということです。はい。で、これでまあ M が2以上だったら、PMCMAX はどれも弱 NP 困難ですということは言えるということになります。先ほど言った通り、この M が入力弱、問題で定められている場合には、 弱 NP 困難で、問題で定められてなくて、入力で入れる場合、PCMAX の場合は強 NP 困難なので、そこに明確な困難性の差があるということには注意をしてください。はいでは、これで終わります。じゃあ、今日の授業はこれで終わりになります。はいいありがとうございました